浜ゆっこです。ひでゆくです。今日は最近買ったものを紹介しますの巻。はい、最近といってもですね、1月ぐらいになんですけど、動画撮影用のカメラを新しく購入しました。今日はそのカメラと撮影用にいろいろと買いましたので、そちらを紹介できたらなと思います。買ったカメラはこちらです。ソニーの Vlog カム ZV-1 です。 YouTuber に人気のカメラですね。実は今までは IIJ ミオに MNP して110円で購入した OPPO の Android スマホで撮っていました。それにちょっと高いマイクをつけて撮影していたんですけど、皆さんのおかげで収益が少し入ってくるようになりましたので、収益からこちらのカメラを購入しました。今はこれよりも新しいモデルが出ているんですけど、すごい人気があるっていうのと、半導体不足ということで、今現在は発売休止となっています。発売再開のめどは立っていないみたいでして、それもありこちらを買うことにしました。ただ、こちらのモデルは新しいモデルよりも優れているところがありまして、それはコンパクトで持ち運びをするんだったら、この古いモデルの方がいいです。あと、古いモデルはレンズをしまうことができます。今これがレンズがしまっている状態になります。このように電源をつけるとレンズが出てきて、電源を切るとレンズが中に収納されます。新しいモデルはレンズを交換することができるようになったんですけど、その代わりにレンズをしまうことができなくなって、コンパクトさがなくなってしまいました。あと、新しいモデルの方が一回り大きいです。ただ僕らは家の中で使う予定だったので、新しいモデルでも良かったかなって思ってはいます。僕らがこの Vlog カムシリーズを選んだ理由は、撮影画面を見ながら撮れるからです。撮影画面が右で、充電するケーブルが左になっているのも、これはいいところかなと思います。ただ、新しいモデルでは、ケーブルを挿すところが右側となっています。ですので、画面とケーブルが少し干渉するかと思うので、充電しながら横の画面を見ながら撮影したい人は、こちらの古いモデルの方がいいかもしれません。少し気に入らないのが、古いモデルはマイクロ USB となっています。これですね。新しいモデルはもちろん USB-C です。カメラの下についているこちらのシューティンググリップがあると、ここで操作ができるので、これは買ってよかったかなと思います。ただこれをつけていると下から SD カードが取り出せないんですよね。ここが開かないんです。これは僕は設計上のミスじゃないかなって思っています。新しいモデルではこの問題は解決されています。一応この問題は対策方法がありまして、カメラをケーブルでパソコンとつなぐことで動画を転送することができます。そうすれば SD カードを取り出す必要はないので、この問題はまあなんとかなるかなと思います。ケーブルでパソコンとつないでいれば充電もされますし、パソコンにいつでも転送ができます。ここまでは良かったんですけど、パソコンにつないだままだと撮影ができないんです。僕は本当は横の Mac とケーブルで繋いだままにしたかったんですけど、それだと撮影ができなかったんで、一手間工夫をしています。その工夫がこちらのケーブルです。こんな感じでケーブルを切り替えれるようにしています。こっちに挿したら充電だけ。こっちに挿したら Mac と接続して充電と転送ができるようにしています。ですので動画を撮るときはこっち、動画を転送するときはこっちみたいな感じで、そういうめんどくさいことを僕はしています。ここに何かスイッチを置いて簡単に切り替えれるような仕組みを作れたらなと思っていますけど、いいものがないので今それは探しています。ケーブルの切り替えの問題はあるんですけど、ただ僕はこのカメラにしてよかったなと思います。なぜなら撮影が楽になりました。今まで Android で撮っている時はマイクがしょぼかったので外付けのマイクをつけていましたが、このカメラは結構いいマイクがついているので、すごいこだわるとかなければ元々ついているこのマイクで撮影しても全然問題ありませんでした。外付けのマイクをつけなくてよくなったので、撮影までの準備が結構楽になりました。あと購入したのはこのカメラの後ろにちらっと見えているこれです。これはピークデザインのクリエイターキットと言います。これ
少し高いんですけど買ってよかったです。これは何をするものかというとカンペ用です。ピークデザインのケースをつけたスマホだったらここにくっつきます。これがピークデザインのケースです。この真ん中がちょっとへこんでるのが特徴です。これをここにくっつけると、はい、いい音がしてくっつきます。しかもなかなか取れません。ただある手順をすると簡単に取れます。このへこんでいるところにこの爪が引っかかって、でこの周りは磁石でこことくっつくので、そう簡単には落ちません。というか落ちる気がしません。取るときはここを押して引っ張ってやると取れます。ここを押すと爪が、はい、こんな感じで引っ込むんですね。なのでここを押して引っ張ってあげると取れます。ちなみにこちらのケース、マグセーフと互換があります。こちらはモフトです。モフトもこんな感じでくっつきます。はい、しっかりくっついてますね。こういうこともできます。全然大丈夫そうですね。スマホのケースは iPhone 用と Galaxy 用のものが出ています。それ以外のスマホはこういうのをつけてあげることで対応することができます。クリエイターキットには2つのプレートがついていて、こう付け替えることができるようになっています。こちらがアルカスイス互換のプレートになっています。で、こちらがネジ穴付きのプレートとなっています。こちらをつけてこういう三脚とかにつけるとこういう感じにできます。僕はピークデザインのこの仕組みが気に入って、実はもう一個クリエイターキットを買ってしまいました。近々旅行に行く予定でして、これを使って動画を撮りたいと思っています。あとこういうものを購入しました。これも高いんですけど、先ほどのクリエイターキットをアルカスイス互換プレートに変えてあげることでここにつけることができるんです。はい、これにですね、アルカスイスプレート互換、これをくっつけます。で、これでね、こう止めてあげます。そうするとこれをですね、こう見えるかな、こんな感じで、はい、つけることができるんです。わかりますかね。はい、つきましたね。で、これね、取るときはここに押すところがあって、これを押してあげることで簡単に取れます。で、はい、つけます。でですね、ここに、はい、先ほどのこれをくっつけて、まあね、こんな感じでしてあげて、ここをちょっとこうかね、絞って、ここをちょっと、はい、締めて、で、こんな感じにしてあげると、見てくださいよ。カメラを撮りながら旅行ができると。いいですね。これで Vlog 撮り放題です。これもね、旅行で使っていきたいと思います。今回紹介したものは、概要欄に URL を貼っています。もしよかったら、今回の動画参考にしてみてください。結構この撮影機材気に入ってますよね。そうですね。やっぱね、かっこいいんですよね。こういういろいろね、組み替えれるとか、磁石でくっつくとか、僕そういうの大好きなんですよ。なんで、はい、気に入ってます。はい、というわけで今回は最近買ったものを紹介しました。浜ゆこと、ひでゆきがお送りしました。ためになった、楽しかったという人は、高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。